毎年恒例のスポーツイベント高浜町健康ウォークが開かれ、参加した町民らが青空の下ウォーキングを楽しみました。この日の健康ウォークには高浜町のスポーツ少年団やアルコー会などの団体をはじめ、町内の子どもから大人までおよそ100人が参加しました。はじめに開会式が行われ、高浜町教育委員会の釣本雅史教育長が挨拶しました。開催も危ぶられたんですけれども、高浜町も大体 80% の方々がコロナワクチンを打っておられるということもあり、今大会を開催することができました。健康は足元からとよく言われます。今日は頑張ってください。この後参加した人たちは、新型コロナウイルス感染症対策として前のグループと間隔を空けながら次々とスタート地点を出発しました。ちょっと待ってください。はい、どうぞ。はい、前の方お願いします。コースは漁村文化伝承館から若宮海水浴場沿いに進み、西三松で折り返す 7.5 キロコースと、中間地点の旗で折り返す3キロコースの2つです。コースの途中には全問正解すると豪華景品の抽選に応募できるクイズコーナーが設けられていて、参加した人たちが仲間や家族と知恵を絞っていました。一緒でもいいの？途中持ってみるか。途中じゃ。この健康ウォークは街歩きを通して健康づくりのきっかけになればと毎年開かれていて、今年で30回目になります。参加した人たちは青空の下クイズや景観を楽しみながら秋のウォーキングを満喫していました。途中でなんかいろんなクイズがあって、でなんか高浜町のなんかいろんな新しい情報とか知れて、でまあ楽しいなと思います。家族みんなでゴールです。そうですね、まずゴールクイズを全問正解したいです。楽しい気持ちいいです。うん、こういう時でもね、こういうイベントがあるんで参加させてもらえるだけでありがたいです。運動になりまして、みんなとお話もできて、はい、最高でした。